真っ昼間に電話がかかってきたから取ったら、こっちが名乗る前に、お宅の旦那、浮気してるよ、と言われ切られた。ちなみに、お宅の旦那とは俺。もちろん浮気なぞしてない。帰宅した嫁に、今日、こういう間違い電話があったと報告したら、ドラマみたいだね。と盛り上がった後、どっかの家の修羅場を我が家が食い止めたんだねえ、と、のんきな会話をし、その夜は寝た。数日後、また電話があった。今度は留守電に入っていた。俺は、現在、リモートワークで、嫁はリモートできない職種下にいるが、トイレを行ってて出られなかった。そして、今度の留守電には、しっかり、俺の長名指しで浮気してるとの言葉が録音されていた。帰宅した嫁に聞かせると、自宅大好きで、リモートになってから一歩も出なくなって逆に心配なくらいなのに、浮気とかと探索された。一辺の疑いも持たれなかったのが、嬉しい反面寂しかった。それは、そうと、今回の留守電は長かったので、はっきり鉛が聞き取れた。俺の故郷の鉛。俺に恨みを持つ人物が俺を陥れようとしたのか、と思ったが、そもそも外に出ないから、恨みを買いようもない。とりあえず放置することに決め、その後もたまに入る留守電は消さずに残しておいた。そして、先日やっと犯人判明。実家の母に、そういえば、かけるくんから、俺の電話番号を教えて、って言われたから教えたよ、と電話で言われ、それいつ?今年の3月くらいかな、回電話が始まった時期と合っている。かけるとは、俺の中学時代の同級生で、同じ野球部だったやつ。ただし親しくなかった。向こうは、野球部のエースで俺は補欠で、相手にもされてなかった。なんでかける?と思いつつ、次の電話があった時バッと出て、お前かけるか?と聞いた。うえんみたいな声がして切れた。かけるだと確信した。その後母に、上記のことをすべて話し、かけるの情報を仕入れてくれるよう頼んだ。噂話が好きな母は、ウキウキで引き受けてくれた。そんで分かったことがいいか。俺は、かけると高校で別れたので知らなかったんだが、かけるは、高校ではエースどころか鳴かず飛ばずだったらしい。もっといいピッチャーがいて、ベンチウォーマーにすらなれなかったとか。中学の時はほんとモテて、学校の有名人で、いっぱいチョコもらって、マネと付き合ったりして、漫画みたいなモテ男だった。高校でもそれを引きずって、女子に対して、偉そうな態度取って、逆に嫌われたらしい。かけるんちは農家で、ネットで言う海かのうみたいなとこがあったから余計嫌われたんだろう。高校卒業後に就職したが数年で辞め、今は実家を継いで農業やってるが、嫁の来手がなく困ってるとかなんとか。そんで、母が噂収集の途中で知ったんだが、どうも被害に遭ったのは俺だけじゃないらしい。同じく、電話番号を実家に聞かれた中学時代の同級生が数人いた。共通点は、関東在住、既婚、カタカナ職業、そして、中学時代は、オタクっぽかったり芋だったりで冴えなかったこと。これらのことから、理由は妬みでは?と推察された。かけるにしてみたらかけるの全盛期に冴えなかった俺らに追い越されたみたいで嫌だったんだろう。でも、農家長男だって結婚できてる人はいっぱいいるし、農家で、高収入な家だってたくさんある。アホなことしてないで、自分の幸せだけ探してればいいのに。かける、哀れなやっこだな。そうやって、どんどん、己の価値を下げていくんだろうな、一生。奥さんと他の回電話被害者一同と、警察と弁護士に相談した記録だけは、作っといた方がいいんじゃね。失うもの、何もなしな時が止まった逆恨み基地だから、会社とか35の家族に実害与えに突してくるかもしれないよ。芋っぽかったけど現在カタカナ職業関東在住の皆さんにご連絡ってさ。ご近所の噂が耳に入っただけで、そんな全員漏れなくチェックできんよな。同級生の中でも芋っぽかった奴ら全員の動向をわざわざ調べていちいち妬んでるのか。気色悪いなぁ。